えー、僕は自分に自信がありません。えー、最近、朝倉みくるさんの動画にハマってるんですが、みくるさんが強くなれば自信がつく的なことを言ってました。そこでサンドバッグを買って毎日トレーニングを続けようと思ってるんですが、それで自信がつくと思いますか思いません。えっと、やるべきなのはサンドバッグを買うことではなく、あの、筋トレです。なので、あの、筋トレをひたすらやってください。あの、結局、サンドバッグいくら叩いても、まあ、アホみたいに叩いたら多少筋肉つくかもしれないんですけど、あの、 叩き方が分かってない人がサンドバッグをいくら叩き続けたとしても大して筋肉つかないし、で、強くなるわけでもないんですよ。その、動かないサンドバッグをいっぱい叩いてる人と喧嘩強い人って全然違うんですよ。あの、喧嘩強い人って別にサンドバッグ家なくても強いんですよ。 なので、あの、わかりやすく筋肉をつけて、見た目強そうにした方が、あ、強えなっていうのが、あの、周りからも見えるので、で、筋肉って、あの、もう見た目でわかるし、あの、まあ、体重とか筋肉量とかも含めて。なので、あの、数値として自分がどんどんでかくなってる、強くなってるっていうのがわかるので、なので、筋トレの方が効果的なんじゃないかなと思います。